西田誠君。委員長。公明党の西田誠でございます。首都圏における緊急事態宣言の取り扱いにつきましては、明日正式に決まるわけでございますけれども、まず私は、いずれにいたしましても、医療提供体制の構築を再強化していかなければ、医療崩壊というものがまた招いてしまうということについてお聞きしたいと思います。まずパネルをご覧いただきたいと思います。そもそも論でございますけれども、日本の医療体制というものは、国際的に見ましても、決して見劣りすることはないとよく指摘されるわけであります。ここにありますように、人口1000人当たりのベッド数は、OECD で第1位の13床でございますし、また、医師数につきましても、米国よりはやや少ないわけですが、中国よりは多い、また看護師数につきましても、11.76 人ということでありますので、イギリスや中国よりも上位にある。そして感染者数は世界的に見ても、その欧米のような爆発的な感染拡大には至っていないと。にもかかわらず、医療逼迫ということがやはり残念ながら言われることもしばしばでありまして、明らかに資源、医療資源の配分というものがうまくいってないということの調査でもございましょう。医療機関の機能分化、またその再編や民間病院依存体制の是非など、医療行政の抜本的見直しが必要ではないかというふうに思うゆえんであります。そこでまず総理にお聞きしたいと思うんですが、この医療提供体制の再構築というのは、いわば健康の安全保障問題でありまして、厚労省や自治体、医師会や官公労等が一体となって、いわば医療体制改革国民会議のような場において、国を挙げて医療資源の最適配分について、検討していく必要があるのではないでしょうか。菅内閣総理大臣。新型コロナ患者の受け入れ体制の確保に向けて、国としては受け入れ病院に対する強力な財政支援を行うとともに、各都道府県と一体となって病床の確保に取り組んできているところであります。私自身直接医療関係団体の長の方にお会いをし、病床の確保に向けた協力を要請をしたところであります。その後、全国レベルで医師会や、また病院団体が連携をして、病床確保の対策会議を立ち上げていただいているというふうに承知しています。その上で、地域の医療提供体制については、地域の実情に応じて、さまざまな患者に対して、必要な医療をどのように提供していくべきかという、このことについては、地域で役割分担を協議し、国と連携をしながら、地域全体として支えていくものである、このように考えています。このため、各都道府県においても、医師会や地域の中核病院などの医療関係者も交えた協議会を設け、役割分担を協議した上で、受け入れ体制の整備を進めているところです。引き続き必要な方が必要な医療を受けられるように、国と地方、そして医療関係者が緊密に連携し、地域の医療資源というものを総動員をして、必要な医療提供体制の確保にしっかりと努めていきたい、このように考えています。西田誠君。次の医療計画、地域で検討する際には、この感染症という、今後もまた続きますので、ぜひそれに対応を検討していただきたいと思います。具体の話に行きたいと思いますので、パネルはもう結構でございます。病院逼迫の改善ということには、重症者から回復者まで、一体で病床を調整する必要がございます。公明党は一般病床以外の病床も活用するよう求めてまいりました。その結果、1月22日より、後方支援病院に対して診療報酬は3倍に、また950点を90日間算定できるようになったわけであります。医学論文などでは、発症後、10日経過した患者からは、免疫が低下している方とごく一部の方を除いて、ウイルスを培養できない、すなわち感染させることはないと整理しております。たとえウイルスがあっても、
まあ、今それは死に柄のようなものでありまして、人に感染させる力はないという整理だろうと思います。それゆえ入院して10日経過した場合には検査をせずとも退院できる、まあ、そういう退院基準を策定したというふうに理解しております。ではこの基準を満たして転院してこられた患者さんには感染者としての対応が求められるのか。例えば後方支援病院ではその対応に防護服などを着用する必要があるのかどうか、厚労大臣にお聞きしたいと思います。田村憲久厚生労働大臣。今委員がおっしゃられましたとおり、人工呼吸器をつけていないそういう患者さんの場合ですね、発症から10日以降、まあ、72時間、これ、症状がなくなってからですね、72時間経過している、もしくは、10日後ですね、PCR 検査を2回やって陰性というようなことであればですね、これ、退院基準を満たすわけでありまして、そういう方々に対してはですね、これ、まあ、感染に対するいろんな心配はございませんので、一般の患者と同じようにですね、対応いただいて結構であると。まあ、なかなか医療関係者の方々ですね、まあ、これに対して十分に情報が伝わっていないということでですね、過度な対応をいただく場合もありますけれども、改めてそういうことを我々としてはお伝えをさせていただいております。ただ一方で、アドバイザリーボード2月25日だったと思いますけれども、ここでですね、その人工呼吸器をつけた患者の方々の場合はですね、これやっぱり発症後ですね、やはり15日間経過をしないとですね、なかなかその後、まあ、症状がなくなって72時間であったとしてもですね、これはまだウイルス感染の恐れがあるということでありまして、退院基準は満たしておるんですけれども、やっぱり発症後20日まではですね、しっかりといろんな個室等々でですね、感染を防ぐ対応をいただきたいというような、そういう評価をいただきましたので、人工呼吸器をつけられた患者に関してはそういうことであるということを改めてですね、まあ、医療機関等々にしっかりと我々としてはですね、お伝えをしてまいりたいというふうに考えております。西田誠君。この病院の逼迫をですね、改善していくには、まさにそういう具体的な後方支援病院での対応というものをしっかり周知いただくことが大事だと思います。で、今お述べになられましたように、まあ、個人が感染した場合の退院基準というものは示されているわけでありますけれども、まあ、クラスター、この集団感染、これが発生した医療機関や福祉施設などにおいて、クラスターが収束したとする基準は定められていません。例えば、全員一律の検査で陰性を確認するなど、何らかの一定の基準というものを定めていく必要があるんではないでしょうか。田村厚労大臣。まあ、クラスターといいますか、まあ、お一人でもですね、感染者が、まあ、介護施設等々で、発生した場合にはですね、これはもう全員に検査をいただくようにということをですね、通知をさせていただいて、今、そういう体制を組んでおります。もちろん、ゾーニングやいろんな対応を組んでいただいてですね、クラスター化しないようにした場合には、それ以上、まあ、長期化しないように、いろんな対応等々をですね、これ、実は厚生労働省だけじゃなくて、都道府県においても、そういうような対応チームを作っていただいてということで、お願いをいたしておるわけでありますが、なかなかですね、そのクラスターがこれで収まったという基準っていうのは、これは状況によって違うわけでございまして、難しいございまして、PCR 検査をやって、まあ、全員陰性だったから、それでいいというわけではなくって、もしかすればですね、PCR 検査の感度の問題もございますので、まあ、一定程度、やはり最終のですね、まあ、感染者の方々が出てから、最終どれぐらい、つまりその症状潜伏期間がございますので、それを見るというようなことをやっておるような、そういうようなところもあるようでありまして、状況によってそれぞれ変わってまいりますので、これはクラスター班等々、厚生労働省からも、まあ、お願いをする場合もありますけれども、そういうそれぞれの場合に応じて、専門家の方々に対応いただくということで、なかなか一律に PCR 検査だけでですね、対応というわけにはいかないということで、それぞれの状況に応じて対応いただいておるということであります。西田誠君。この感染症の収束の要は医療機関とか、この福祉施設のクラスターをいかにして減らしていくかということですよね。やっぱりそこは一定の基準というものを国としても示す必要があるんじゃないですか。田村厚労大臣。今申し上げました通りですね、
言われる通り、最後感染が出てから潜伏期間を考えてという話で、それがまあ過ぎればというのが一般的なんですが、まあ、あの状況によってはその2倍を見ておるような、そういうような場合もあるようでございます。あの委員の言われる通りですね、何らかの一定のことは我々としても考えていかなきゃならないと思いますが、ただ一方で、あの完全に払拭できない中でまたクラスターが発生をし直し返すということは避けなければならない、まあ、そういうことも含めて委員のご提案等々も踏まえてですね、検討してまいりたいというふうに考えております。西田誠君。まあ、その検査についてなんですが、クラスターが発生したある医療機関では、幅広く定性検査を実施して、陰性と判断しましたが、その後、この医療機関、クラスター収束宣言をするために、改めて PCR 検査を行いましたところ、実は陽性だったことが判明いたしました。まあ、その結果、濃厚接触者が新たに生じてしまいまして、クラスターは収束できずに混乱が起きた事例を聞いております。これは無症状者に対しては、抗原定性検査により陰性の結果が得られても陰性証明にはならないということが徹底されていない事例ではないでしょうか。飲食と並んで、今後の感染収束の要となる医療機関や福祉施設には、質の高い PCR 検査などを用いることが重要であると考えますが、厚労大臣のご所見を伺います。田村厚労大臣。あの先ほど申し上げました通り、PCR 検査でもですね、完全ではないということは、これはあるわけでございまして、ましてあの抗原定量検査となりますと、定性検査となりますと、これはあの検査キット等々を用いているものだと思いますが、あのさらに感度がやっぱり PCR 検査よりかは落ちるという部分がございます。あのそういう意味では、あの感染者が出た上でですね、まあ抗原、定性検査キット等々で対応するということは、我々もお勧めをしているわけではありません。やはり PCR 検査をしていただきたいというふうに思っております。一方で、あのそういうような感染者が出ていない介護施設、こういうところをですね、スクリーニング的にですね、まあ、例えば定期的に検査をする場合、こういう場合にはですね、あの抗原定性検査キット、こういうものもですね、一定の効果を示しますし、そもそも検査しなければ何もわからない話でございますので、こういうものを使っていく、もしくは最近申し上げておりますのはですね、こういうスクリーニングにはプール検査、要するに PCR に関してもですね、数人をまとめて集合検査をやるというようなこともですね、有効であると。これはあの検査能力、費用、いろいろ、まあ、そういう意味でですね、まあスクリーニングという意味では意味があるであろうということで、そういうものも含めて、今、あの各都道府県、特に感染拡大をしておる、もしくは先般の、まあ、緊急事態宣言の対象のエリア、こういうようなところに関しましてはですね、こういうものを3月の末までにお願いしたいと、計画、実施計画を作ってまで3月の末までにお願いしたいということで、今、それぞれ計画が上がってきておるということであります。西田誠君。この次にあのマスクの着用についてお聞きしたいと思います。マスクの着用の生活はいずれにしても今後も続くことになると思うんです。先日、埼玉県内の子ども食堂に、まあ、地元の草加市長とともにお邪魔をしましたときに、ちょうど放課後デイの子どもさんたちが来られていました。その際、まあ、市長からこれ知っていますかと聞かれたのがお手元の写真のバッジ。私、今日持ってまいりましたけれども、こういうマスクをつけられませんということが書いてある、まあ、バッジであります。まあ、この草加市長から、まあ、これ知っていますかと聞かれまして、私ちょっと不勉強で存じ上げなかったんですが、これはあの千葉県の松戸市で配布をされているようでして、マスクをつけたくてもつけられない発達障害の方や、感覚過敏などの方々がマスクをつけられないということを周囲にお知らせするバッジ、あるいは意思表示カードだそうであります。教えてくれた草加市長も、このバッジをぜひ市内で配布したいというご意向のようでありましたが、同時に国としても統一的な企画で、こうしたバッジや意思表示カードの普及を後押ししてもらいたいと、こういうご要望をいただきました。厚労省ではすでに、マスク等の着用が困難な状況にある発達障害のある方等への理解についてという文書を発出をされておられまして、国民の理解をお願いをしていると承知しておりますけれども、ぜひこうしたこのバッジや意思表示カードの規格の統一、またその普及に力を入れてもらえないでしょうか。田村厚労大臣。
おっしゃられます通り、発達障害の方、また感覚過敏等々の方ですね、どうしてもマスクがつけられないというような状況にあります。厚生労働省でもホームページで、そういうことを広く国民の皆様方にご理解をいただく、そういう対応をいたしております。一方で言われます通り、マスクに対するですね、つけられないというような、まあ、表示、マーク、こういうものをいろんな団体がやられているようであります。まあ、それぞれの団体でやられているので、それぞれの団体の思いもあられるというふうに思いますけれども、委員からもそういうお話ございました。統一できるのかどうか、ちょっとこれに関しましては、それぞれの団体ともいろんな話をさせていただく中で、いろんな検討をさせていただきたいというふうに思います。西田誠君。ありがとうございます。続いてワクチンについて、その供給からお聞きしたいと思います。まあ、いろんな自治体からとにかくワクチンの確実な確保で、自治体の計画に沿って提供してもらいたいという要望がもう連日寄せられております。先日は6月末までに全自治体へ65歳以上のワクチン3600万人分を供給できるとファイザー社と合意したことが公表をされました。まあ、ただこれにはただし書きがございまして、EU による対日輸出の承認が前提ということであります。まあ、そこでこのファイザー社のワクチンに関する域外規制ってどういうものなのか、一回一回輸出の許可を取るならば、場合によっては途中で輸入が止まるようなこともあるのか、外務大臣にお聞きしたいと思います。茂木敏充外務大臣。EU の制度はですね、これはファイザー社に限らず、ワクチンの事前購入契約を欧州委員会と締結している、まあ、製薬会社が EU の域内で生産したワクチンを EU 域外に輸出をする場合に、当該企業は加盟国に対して輸出計画を申請して、加盟国と欧州委員会が承認を判断することとなっております。このためにですね、長い期間にわたって、まだ輸出が実際行われるかどうか分からないようなですね、包括的な輸出の承認を得ることは困難であると考えられますが、重要なことは、EU の域内から日本に対するワクチンの供給が引き続き、まあ、円滑に行われることであると考えております。この点につきましては、私から欧州委員会でですね、貿易問題の責任者であります、ドンブロウスキス委員に対してですね、直接求めているところでありますし、同時に現地、まあ、ベルギー等の大使館におきましてもですね、恒常的に働きかけて、これは関係者に行っているところであります。これまでのところ、日本に輸出されているワクチンについては輸出がすべて承認されております。西田誠君。アストラゼネカやモデルナ社の他社のワクチンの治験の状況と接種の見込みについて伺いたいと思います。現状では自治体がファイザー社のワクチンのみを接種することを前提として計画を立てておりますけれども、他社のワクチン、まあ、これが接種できるようになった場合、市町村の計画をどのように見直すのか、その都度見直すことになるのか、河野大臣にお聞きします。河野太郎国務大臣。高齢者のワクチン接種はファイザー社のワクチンでやることを想定をしております。アストラゼネカ社が2月5日に承認申請をし、モデルナ社が今、国内で治験をやっておりますので、近々申請があるんだろうと思っておりますが、両社ともに申請はまだ見通せない状況にございますので、もう少し申請の時期が明らかになりつつあるときに、どのようにそうしたワクチンを使っていくか、検討していきたいと考えております。西田誠君。国内のワクチンの開発状況もお知らせいただきたいと思います。厚労省による開発の進捗状況を見ますと、国内の DNA ワクチンの開発は遅れているようでありますけれども、何が課題なのでしょうか。でまた、既存の製法である不活化ワクチン、これの開発状況についてもお知らせいただきたいと思います。田村厚労大臣。今、主にですね、4つのワクチンが研究開発されております。DNA ワクチン、それからメッセンジャー RNA ワクチン、組み換えタンパクワクチン、それから不活化ワクチンということでありますが、DNA ワクチンはですね、これはもう治験臨床に入っておりまして、
第3層まで入りつつあるということであります。で、言われました、不活化ワクチンに関してはですね、多分今年度末までにはですね、臨床に入るという形であります。今動物試験というような形で、ちょうど今その瀬戸際ぐらいなのかも分かりません。ちょっと私詳しくまだそこのところ現状は認識いたしておりませんが、で、なぜ遅いか、これは一つは、SARS だとかエボラ、こういう時にですね、欧米等々の製薬メーカーはですね、ワクチン開発のデザインをやり出しておられて、そういう技術というものがですね、今回非常に役に立っておるというのが一つ、それからもう一つはですね、そもそも日本の国ワクチンに関しては感染症に対してもですね、製薬メーカー、一時よりかはですね、力の入れ具合、これは実際問題をお聞きしますと、やはり、なんて言いますか、いろんな問題があって、製薬メーカーが悪いとかいう話じゃなくてですね、いろんな問題があってなかなか取り組みづらかったというのがあるんですが、合わせて申し上げると、そもそもワクチンというのはですね、日本はどちらかというと研究機関からのですね、広がりが多いわけで、メガファーマーというよりかはそういう小さいところから広がってきたというところがあります。ですから元からですね、その開発企業の母体という問題もあるわけでありますので、そういうところも我々いろいろ考えながらですね、これからワクチンというのは非常に重要なものでありますから、国としてもですね、支援をしていかなきゃならないというふうに思っております。ちなみに今も補正予算等々で研究開発、それから生産、さらには治験に関して、これは三次補正でですね、対応していこうということで支援をしております。西田誠君。さまざまな課題ありますけれども、とにかくこうした分野もしっかりと進めていかなきゃいけないと思っています。次に薬事承認事項についてお聞きしたいと思います。このファイザー社はそのワクチンの有効率を 95%、 アストラゼネカ社は同 70%、 それぞれプレスリリースしております。この数字について見解を伺いたいと思います。我が国の薬事でもこれらの海外における有効率を評価することになるのか、この数字が一人歩きすると、ファイザー社の方がワクチンの方が効果が高いって、一般的には95と70と比べれば95がいいというふうに思う国民の皆さんは少なくないと思いますけれども、これをどう今後周知していかれるのかお聞きしたいと思います。田村厚労大臣。ファイザーがですね、海外試験で有効率が 95% でありますか、今、アストラゼネカおっしゃられました 70% というふうなプレスリリースがあったりなんかしますが、これはですね、そもそも試験をやっている環境が違っておりますし、治験の対象者も違うわけでありまして、一概に比較できないということであります。いずれにいたしましても、PMDA で審査をした上で承認されるということであれば、これは有効であるということでございますので、しっかりとその点は国民の皆様方に周知をさせていただきたいというふうに考えております。西田誠君。一概には比較できないという、そういうお話でした。今後、薬事の中でしっかりと国民に周知をお願いしたいと思います。次に接種体制についてお聞きしたいと思います。いろいろ課題がありますけれども、行政の予約窓口の混乱についての懸念でございます。予約する際に、その際にさまざまな問い合わせとか疑問が投げかけられる可能性があります。また予約しても人は忘れたり、あるいは間違ったり、そういうことがあります。こういうことを大前提として、イスラエルでは例えば1回目のワクチン接種を受けると、接種日から21日後の予約を自動的に設定し、また接種予約した方には、前日と当日に予約が入っているので忘れずに来てくださいと、こういうメッセージをデジタル、あるいは録音された音声メッセージで送っております。そこで河野大臣にお聞きしたいんですが、予約を受け付ける窓口において、予約以外のさまざまな問い合わせを別の窓口にどう振り分けて行かれるのか、またワクチン接種日の前日や当日などにこうした予約が入っているというリマインドのメッセージを届ける必要がないのかどうか、自治体の予約システムの構築にあたりまして国としてどう助言していくのか、またそのための体制づくりに必要な財政支援は惜しむことなくぜひ投入いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。河野国務大臣。それぞれの自治体が設定しているコールセンターなどで予約を受けたり、あるいは必要な問い合わせにお答えをできるような、そういう体制を自治体が組んでいただいているところでございます。また、
前日にリマインドするシステムを提供している企業とかなり多くの自治体が契約を締結していると聞いております。そうした費用の一切は国が負担をすることになりますので、自治体は必要と思われるそうしたサービスをぜひ受けていただきたいと思っております。先ほど私、申請が見通せる時期になったらと申し上げたようでございますが、承認を見通せる時期でございます。訂正させていただきます。西田誠君。接種体制については集団接種も個別接種も接種する場所へ出向くことを前提としております。移動が困難な方々、高齢者の方や障害者の方々はどうしていくのか、ヘルパーと連携して接種施設に案内したり、あるいは施設において接種、あるいは通所した機会を生かすことも重要と考えますが、制度上可能かどうか、またその支援の対象になるかどうかも改めて確認したいと思います。河野国務大臣。さまざまな施設を活用して、そうした方々が円滑に接種できるような体制を組んでいただくことは、当然支援の範囲内でございますし、積極的にやっていただきたいというふうに思っております。西田誠君。次に、コロナ対応に関連したシステム障害についてお聞きしたいと思います。まずパネルをご覧いただきたいと思います。昨今の、とりわけこの昨年の緊急事態宣言から今日に至るまで、コロナ対応でさまざま政府のシステム障害ということを、掲げさせていただきました。さまざま手続きの簡素化、業務の効率化のためにシステムが開始されましたが、誠に残念でありますが、この1年だけでも、雇調金のオンラインシステム休止、再開、また休止とかですね、あるいは持続化給付金も不具合が生じたとか、典型的なココアでありますけれども、こうした多くのデジタル関連のトラブルが発生しております。これを改めて、見ていただきまして、こうしたコロナ対応で構築されたシステムの相次ぐ不具合を見て、デジタル庁を創設することを決められました総理の思いについて伺いたいと思います。デジタル庁の創設によりどうこうしたことが変わっていくのか、また変えようとしていくのか、お聞きしたいと思います。菅内閣総理大臣。今回の感染症では行政サービスや民間におけるこのデジタルの遅れ、こうしたさまざまなことが浮き彫りになったというふうに思います。そういう中で、何としてもこのデジタル化を急がなきゃならない、そういう思いを強くいたしました。そしてこのことが実現をすれば、役所に行かなくともあらゆる手続きができると。地方にいながら都会と同じような仕事、また生活ができる、こうした社会を目指してデジタル庁が司令塔となって、誰もがデジタルの恩恵を受けることができるように、世界に遜色のないデジタル社会を作り上げていきたいというふうに思っています。デジタル庁はこの改革の象徴として本年9月に創設をいたします。組織の縦割りを排して強力な県能と、初年度は3000億円の予算を持った強力な組織として、国全体のデジタル化を主導をしていきます。全国規模のクラウド移行に向けて、地方自治体のシステムの統一、標準化、マイナンバーカードの普及、デジタル社会の形成に不可欠なデータの利活用、こうした社会全体のデジタル化というものを進めていきたいと思います。西田誠君。今、総理から国全体のデジタル化を主導していくデジタル庁、ここについて、平井大臣にお聞きしたいと思います。このシステムの不具合をですね、最初からゼロにするのはなかなか難しいわけですけれども、大事なのはこうした障害情報を政府全体で共有して、同じ過ちを繰り返さないということではないでしょうか。デジタル庁システム、あるいはデジタル庁が各府省と共同で作るシステムについては、システム障害の情報が共有されると伺っておりますが、
それ以外、すなわち各府省が独自に作るシステムにおいて障害が起きた場合に、それをどう政府全体として共有するのかということが必ずしも明らかになっておりません。どのような方策をお考えでしょうか。平井国務大臣。デジタル庁はシステムに詳しいエンジニアに参画してもらって、官民問わずに、適材適所の人材配置による体制強化を行いたいと考えています。で、そしてデジタル庁ではすべての政府情報システムを対象として、統括管理を行うということですが、このため、今年から今年度から実施している一元的なプロジェクト管理によって、プロジェクトの方向性、経費の妥当性、使用通りの調達、運用が行われているかなどを検証しているが、デジタル庁ではこれを本当に強化していきたいと考えています。昨年末に決定したデジタル改革の基本方針では、政府情報システムを三類型、デジタル庁システム、デジタル庁プラス各省共同プロジェクト型システム、各省システムに分け、そのうち各府省システムについては、各府省が整備段階、運用段階を通じて、責任主体になります。この各府省システムについては、一元的なプロジェクト管理を通じて、各省の情報システム担当部局と連携しながら、システム稼働前後の検証や、システム障害の情報収集や、その情報の共有を行うことについて、その都度の対応ではなく、一定のルールをこれから定めていきたいというふうに考えています。常に情報を共有しながら、デジタル庁は対応していきたいと、そのように思っております。西田誠君。かつては IPA というところがですね、そうした民間のシステム障害も含めて、すべて半年に一度、情報提供しておりましたが、今、2019年度で確か事業終わっておりますので、デジタル庁の方でそうした全体のシステム障害についても情報をしっかり共有できるよう体制をお願いしたいというふうに思います。パネルはじゃあいいです。続いて生活者支援についてお聞きしたいと思います。まず、新型コロナウイルス感染症の影響によって、住まいに困窮されている方々は、若い方々も含めて大変に増えておられます。そうした方々に対して、公営住宅の活用はすでに進めていただいておりますが、UR、この UR の空き家を活用した新たな支援策をぜひ検討していただけないでしょうか。併せて、すでに UR にお住まいの方々が、このコロナ禍でも安心して住み続けられる支援策についてもお伺いします。墓場和義国土交通大臣。はい、お答えいたします。コロナ禍によりまして、お住まいに困窮されている方々への支援といたしまして、国土交通省としてこれまで公明党からのご提案を受けて、セーフティーネット住宅制度における、いわゆる公募原則の適用を外しまして、困窮者の方が住宅をそのまま住み続けられるようにし、また家賃も安くするために、その予算、今のこの令和3年度の当初予算にも計上させていただいております。また、ただいま ご提案の UR 賃貸住宅の活用につきましては、これはもう新たな取り組みになりますが、まずUR が居住支援を行う NPO 法人ですとか、福祉法人を公募して、そしてその公募された法人に対しまして、一定期間、低廉な家賃で空き住戸を貸与すると、これを今のところ2、3年程度、定期借家という形でやろうと思っていますが、そして法人はその空き住戸を住宅困窮者の方々に安い家賃でお貸しする、そしてそのお貸しするだけじゃなくて、自立支援ということで、就労等を見据えた居住者の住宅支援、自立支援を実施すると、こういったスキームをこの4月から実施できるように今、調整中でございます。また、UR の既存入居者が住み続けられるようにと、これはもう外は当然の原則と、これまでも実施しておりますが、家賃の支払いを猶予した上で、分割支払い等々、しっかりとご相談に乗れるように、寄り添った対応ができるように、しっかりと努めてまいりたいと、こう考えております西田誠君。ありがとうございます。新たなこの UR の空き家を活用した支援スキームについて、ご説明いただきました。次に総合支援資金の再貸付についてご労大臣にお聞きしたいと思います。
2月の19日から総合支援資金の再貸し付けが始まりました。窓口には多くの方々が殺到しております。私の地元、さいたま市においても、問い合わせ件数は5日間で1000件と、これまでの約3倍と急増しています。しかし、いまだに償還免除の要件が決まっておりません。田村大臣は、返せない方々にまで返せと言わないようにしたいとおっしゃるとともに、免除された場合はその分が所得と認められ、課税される問題があるため、整理が必要、こう説明されているんですね。大臣は厚労行政に限らず、税制も大変お詳しいので、お気持ちは分かりますけれども、税の話はですね、年末までに与党で、私、実は党の税制調査会責任者をしておりまして、しっかり議論いたしますので、まずはここは債務免除の要件については、返済よりも生活再建、この生活再建を最優先に考えて、償還開始時に返せない方は、一括免除する仕組みなどを大胆に実行していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。田村厚労大臣。緊急小口の方は一括償還という形でですね、これ、住民税非課税、令和3年、4年、どちらかでっていう話で、決めました。この総合支援資金の場合はですね、非常に金額が、全て借りるとかなり大きくなってまいります。しかも償還期間が10年ということでございますので、そういうものを考えながら、税の方は今、こちらの方でというお話がございましたけれども、どのような形がいいのか、税とも絡んでくるところもございます。そういうことも含めて、今、実は鋭意やっておりますので、なるべく早くお示しをさせていただきたいというふうに思いますが、言われる通り、やっぱり返せない方に返すということは、これは言えない話でございますので、そういうことを念頭に置きながら、しっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。西田誠君。しっかりお願いしたいと思います。休業手当支援金、給付金の周知についてお聞きしたいと思います。大企業の非正規雇用労働者への休業支援金、給付金の申請は先週から始まりました。受付は7月末までということです。適用対象の拡大は喜ばしいんですが、やはり気になるのは、用意された休業支援金の予算に比べて支給決定額が非常に少ないということなんです。とりわけ休業手当を受け取っていない中小企業労働者の方々への直接給付、すなわち休業手当を受け取れない場合に、労働者本人から申請できる休業支援金、給付金は約5000億円の予算に対しまして、支給決定額は700億円程度というふうにとどまっています。野村総合研究所では、昨年12月と本年2月に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金に関する認知状況、利用意向というものを調査されています。グラフを見ていただくと分かるんですが、昨年12月に比べて、本年2月はですね、この休業支援金給付金について、知らなかったという人が減ってます、62から49人。これは国会でも与野党問わず何度も指摘されて、周知の徹底ということで、少し減ってきているんですが、それでもまだなお5割の人はご存じないと。で、じゃあ、これ、必要ないのかというと、右側、左側ですね、支給を受けたいですかというのを見ていただくと分かるんですけれども、今すぐにでも支給を受けたいというのは、本年2月の調査で 40%、4割いらっしゃいます。今後の状況によっては支給を受けたいという方も含めると、9割の方が求めている。ニーズは確かにあるんですね。で、これまでも何度もこの周知の徹底は、この国会で、まさに多くの議員の皆さんが要請してきたわけですけど、まだ知られていない。とすればですね、やっぱりこれまでとは異なる手法で、周知していかなければ、困っておられる方々にこの支援が残念ながら届かない。そこで私の一つの提案ですが、厚労省では LINE との間で情報提供に関する協定を締結されていました。新型コロナ対策のための全国調査を実施しておられました。その中で例えば、新型コロナウイルスの影響でパートやアルバイトのシフトが減っていませんかと、こう問いかけをして、はいと回答された方には、この休業手当支援金給付金の申請に導くなど、支援策を求めている方にプッシュ型で情報を提供することを検討していただけないでしょうか。田村厚労大臣。
ご承知の通り休業支援金ですね、雇調金が受けられない方々、企業等とご理解いただけない方、こういう方々対象にして特例でやっております。で、まあ、5000億なのにまだ利用が少ないというのは、逆に言うと一つはですね、雇用調整助成金が非常に大きく伸びております。企業が対応していただいている部分は非常に多いという部分が一方にあると思います。ただ一方でですね、シフトを中心にやはりなかなか受けられていない方々がおられるということでですね、事業主等と、まあ、業界団体も通じてですね、お願いをさせていただいているというふうな話であります。で、言われたその LINE でありますが、これはですね、クラスター対策で発熱者がいたら今感染者が多いんじゃないかだとか、そういうような形で去年の8月ですかね、やらせていただいたという話でございまして、今現状やっておるわけではないわけでございまして、ちょっとそういう仕組みを作るとなると、また一から制度設計しなきゃいけないというような話でございますので、どれぐらい時間がかかるかわからないということも含めてですね、今の体制の下でしっかりとさらにお伝えをさせていただいて、本来受ける権利である方々がですね、休業支援金対応いただけるように、私もさらに頑張って情報発信を努めてまいりたいというふうに考えております。西田誠君。大事なことはプッシュ型の情報発信なんです。必要とされている方に誰か分からないから、いくら言ってもなかなか申請が来ないんです。そのプッシュ型の情報発信、これ検討していただけませんか。田村厚労大臣。まあ、今もですね、SNS、ツイッター、フェイスブック、それから LINE、いろんなものを通じてですね、情報をお伝えをさせていただいております。まあ、それはプッシュ型とまで言うのかどうかちょっと分かりませんが、とにかくそういう、まあ、シフト等で働く方々がよく目にするようなものを媒体を通じてですね、まあ、少しでも分かるような形で、これからも努力をしてまいりたいというふうに考えております。西田誠君。新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中、特に非正規の労働者の方々への影響が深刻になっています。まあ、こうした状況を適切に分析し、政府一体となって政策対応していくことが極めて重要であります。総理にリーダーシップを発揮していただきたいと、まあ、これは要請をさせていただきたいと思います。次に、ポストコロナに備えてということで、過去の世界的なパンデミック後に起きる変化に日本がいかに備えていくかについて議論したいと思います。ここでは国際秩序の再編および技術革新による新たな企業群の育成について歴史を振り返りつつ議論を進めたいと思います。まず国際秩序の変化についてです。感染症が世界中に広まった後には必ず国際秩序の再編が起きております。14世紀に発生したペストは中世社会システムを崩壊させルネサンス開幕へとつながりました。2世紀前のコレラ第一次パンデミックでは清朝などアジアが衰退し、世界の中心がアジアから欧州へ、産業革命、西洋文化の開化へと向かいました。100年前のスペイン風邪では、西洋文明が衰退し、世界の中心が欧州から米国へと転換されていきました。そして今、コロナ後の世界もまた、米国を中心とするパワーバランスが崩れ、ここに来てインド太平洋が浮上していることが目につきます。パネルをご覧いただきたいと思います。直近3ヶ月の世界主要国の生産輸出を見ますと、ベトナム、あるいはシンガポール、インドネシアなど、インド太平洋経済の浮上が顕著です。この橙色のものがインド太平洋地域のものでありますけれども、さらに下に平均年齢を見ていただきますと、非常に若いインド太平洋地域においては、平均年齢は 27.9 歳、中国や米国などより10歳ほど若く、日本や EU より一回り若い。世界秩序が揺らぐ中、日本はインド太平洋と連携を強化し、自由貿易の推進や新しい国際ルールを積み上げることで、21世紀の世界秩序の形成に主導的な役割を果たすべき時ではないでしょうか。時あたかも日本は本年 TPP 議長国になります。 TPP11 の加盟国のうち5カ国はインド太平洋に属します。何らかの形で参加表明している国地域も多い。菅総理は最初の外交訪問先としてこのインド太平洋のベトナム、インドネシアを選ばれました。なぜベトナム、インドネシアだったのか。浮上するインド太平洋との連携強化について、日米豪印首脳によるテレビ会談の可能性も含めて総理の思いをお聞きしたいと思います。併せて本年議長国である DPP についてもどうリーダーシップを発揮されていくのかもお伺いします。菅内閣総理大臣。私が最初に訪問しましたベトナム、インドネシア、
まさにこの ASEAN は自由で開かれたインド太平洋、その実現に向けた取り組みの要となる、そういう思いからであります。また、インド太平洋地域において、ルールに基づく自由で開かれた秩序の実現によって、地域、世界、平和、繁栄に向けて確保する、連携をすることが大事だと思っています。インド太平洋国家である我が国としては、日米同盟を切り裂くとしつつも、豪州インド、ASEAN などのさまざまなこうした機会を捉えて、自由で開かれたインド太平洋を戦略的に推進していくとともに、今申し上げました国々と基本的価値を共有する公社国と連携をしていくということが大事だというふうに思います。また、ご指摘をいただきました日米豪印の首脳電話会談については、現時点においては決まっておりません。まあ、TPP についても、自由で公正な経済秩序を構築していく上で重視をしており、戦略的な観点も踏まえながら、その着実な実施や拡大、こうしたことに積極的に取り組んでいきたい、このように思います。西田誠君。外務大臣にお聞きしたいと思います。2月19日の G7 首脳テレビ会議では、菅総理からワクチンに関し、公平なアクセス確保や普及の加速が重要と指摘されました。我が党も強く働きかけてまいりました COVAX ファシリティの途上国支援、枠組みへの拠出を増額し、合計2億ドルの拠出が表明されました。ただ、G7 首脳会議の際には、40億ドル以上の資金的コミットメントが増加して、G7 全体の支援は総額75億ドルに達しております。日本としてもその経済規模からして、COVAX ファシリティの資金的コミットメントを増やす必要があるのではないでしょうか。茂木外務大臣。新型コロナの感染症の収束のためには、ワクチンへの公平なアクセス、この確保、そして普及、これを加速化していくことが極めて重要であると考えております。2月9日の日にですね、日本として COVAX ファシリティの開発途上国向けの枠組みへの拠出を増額して、合計2億ドルを拠出することを表明いたしました。また2月19日のですね、G7 の首脳テレビ会議でも、その旨、総理から改めて強調していただいたところであります。一方、ワクチンだけではなくて、治療や診断等の分野を含みます新型コロナ感染症対策の国際的な枠組み、全体に対するG7 としてのプレッジはですね、委員おっしゃったように75億ドル、その他の国も含めると103億ドルに達しております。これに対しまして、COVAX ファシリティのですね、途上国向けのプレッジ額は 57.6 億ドルでありまして、資金需要に比べますと、12.4 億ドルの資金ギャップが現在でも存在しているところであります。我が国は国内のみならず、世界全体で安全で有効なワクチン等への公平なアクセスが確保されることが極めて重要であると考えておりまして、引き続き COVAX ファシリティを含みます国際的な枠組みに対して、我が国としてできる限りの貢献してまいりたいと考えております。西田誠君。もう一つ、コロナ後の世界は、1世紀前のスペイン風邪の時がそうでありましたように、技術革新により新たな企業群の誕生が期待されます。当時は細菌研究やワクチンの開発、電子顕微鏡の開発や半導体理論など技術革新が進み、ラジオ放送などの情報革命やスーパーマーケットの誕生などによる流通革命も同時進行しました。実際、1920年の日立続いて21年には三菱電機、24年には IBM、25年ベル研究所、クライスラー、そして28年にはモトローラと20世紀を代表する新しい企業群が誕生しております。翻って新型コロナ後の世界でも、新薬、医療技術の開発やグリーンエコノミーとデジタル革命で、新しいビジネスモデルが誕生することが期待されております。そこで、今こそ21世紀を代表する新興企業群を育てることが大事になってまいります。中小企業の淘汰による生産性向上よりも、新興企業を育成することで、全体として生産性を向上させることが重要ではないでしょうか。既存の中小企業について、さらなる資金繰り支援などの生活保障の支援策、いかに拡充するか、また、新たな企業群を生み出す支援策について、
経産大臣のご所見を伺います。梶山宏経済産業大臣。西大臣ご指摘のとおり、コロナやデジタル化により、事業環境が大きく、様変わりをしていくという変革期に、新たな産業の創出を図っていく必要があると認識をしております。そのため、既存の中小企業には資金繰りを支援するべく、昨年創設しました実質無利子、無担保、かつ最大 5年間元本据え置きの融資について、これまで延長および上限額の引き上げにより、資金繰りを引き続き支えてまいりたいと思っております。雇用の受け皿を確保するための雇用調整助成金を拡充、延長するとともに、今回の緊急事態宣言で売上が大幅に落ち込んだ事業者に一時支援金をお届けするなど、支援策を総動員し、まずは事業者の皆様の事業継続を支えてまいります。その上で、中小企業の皆様がウィズコロナ時代を見据えて、新分野展開、業態転換などの思い切った取り組みをしていただくことも重要でありまして、第三次補正予算で1兆円の事業再構築補助金を創設をしたところであります。今月中の公募開始に向けて、作業を急がせております。加えて、企業の機運を醸成し、事業を起こすことですね、を醸成をし、我が国からベンチャー企業を1社でも多く創出するべく、創業者向けの融資やエンジェル税制などによる資金調達支援を行うとともに、世界に伍するベンチャー企業育成のために、有望ベンチャー企業に対する海外展開等の集中支援、産業革新投資機構によるリスクマネの供給などを進めているところであります。また、今回のグリーンイノベーション基金についても、大企業と合わせてベンチャーの活用なども含めて、しっかりと検討してまいりたいと思っております。中小企業の事業継続と事業再構築に向けた投資を促すとともに、日本企業のイノベーションを後押しし、21世紀を代表するような企業を創出できるよう、全力を尽くしてまいりたいと考えております。西田誠君。最後に防災減災についてお聞きしたいと思います。電波法が改正され、携帯電話の上空利用の規制が緩和されました。この規制緩和を受けて、関東地方整備局と北首都国道事務所、私の地元、埼玉県内の島市で、災害時の道路警戒をテーマに、発災現場の映像をドローンから携帯電話を利用して、役場等に共有する実証実験を2月4日行いました。住民の生命や財産を守る最前線にいる市長、町長の方たちは、小回りの利くドローンの有用性を実感したようで、すぐにドローンの購入を決めた市長もおられました。この災害時に大型河川や主要幹線道路、高速道路等の被災状況の確認には、防災ヘリや防災行政無線による市町村への映像転送が有用でありますが、この受信機は大変高く、なかなか双方向で映像情報が共有されておりません。その結果、消防庁の調べによれば、この府県から映像を受信可能な市町村は1230あるんですが、逆に市町村から都県に映像を送信する、そういう可能な市町村は267しかないということであります。こうしたことを克服すべく、さまざまな今、実証実験を地元で行っておりまして、先駆的なこうした自治体の取り組みについては、国から2分の1とかではなく、100% の財政支援をぜひお願いしたいと思います。多くの災害現場を視察され、地方自治体の現場を実情をよくご存知の総理のお考えを最後お聞きしたいと思います。菅内閣総理大臣。近年、頻発化、また激甚化する災害により効果的、効率的に対応するためには、自治体においても ICT をはじめとする先進技術を積極的に活用していく、このことが大事だと思います。政府としては災害時におけるドローンの利用に関する実証実験を政府が主催をして、関係自治体に行うなど、自治体とも連携しながら先進技術の活用に検討しているところであります。また来年度には自治体のニーズと先進技術のマッチングを行うプラットフォームを設置し、自治体の先進的な取り組みの横展開、ここを推進していきたい、このように思います。引き続き自治体へのさらなる支援の在り方、このことについても検討をしつつ、国と自治体、官民が連携し、先進技術など、災害現場で活用し、対応の迅速化、効率化を図るなど、防災・減災に、その対策に万全を期していきたい、このように考えます。ありがとうございました。Thank you.
以上で西田真君の質疑は終了いたしました。次に佐々木さやかさんの質疑を行います。佐々木